本日はトライポッド、結構以前紹介した動画の中でも皆さんリンクをクリックしていただいていて購入いただいてるんですよ。でもう少しトライポッドこれの、まあ、詳細なところをご説明できればと思って、まあ、動画を作ろうと思います。でも結構もう使い込んでるんでこんな感じでだいぶ汚れてるんですけど、 Amazon で3000円ぐらいするやつですね。で、まあ、焚き火に、まあ、ピコグリルとかに合わせたりもできますし、まあ、直火の時も使えるんで、結構重宝をしていますと。で、3本の支柱で支えるんですけど、まず、こういったコネクタが一つついていて、これに、まあ、3つつけるっていう感じなので、ちょっとやっていこうと思います。で、種類としては棒の種類としては3本を連結して一つの支柱の長さにします。で、一番こう地面につくのがこんな感じですかね。こういう風になっていて、連結部分、連結部分ですね。こんな感じになってますね。僕はいつも先にこの3本の棒を全部くっつけて、でこれをこちらのここのところにちょっと近づきましょうか。こんな感じで回して。2個、3個、今3つつきました。で、そうするとちょっと見えないですね、まあ、こういうふうに で、ここのこの留めピン、留め具みたいなのがついていて、これをちょっと見えにくいかもしれないんですけど、ここの好きな高さで調整できるようになってるんですよね。火に鍋が近い時とかにちょっと距離を取ったり、この吊り下げるところの距離を地面からの距離を変えれるようになっていますと。で、ちょっと実際にいつも使う外のステンレスダッチオーブンがここにあるので、これを吊り下げてみます。まあ、もうこんな感じですね。
結構あの今まであの何度も使ったんですけど、特に何ですかね、このトライポッドがあのいわゆるこう強度が弱くて、なんか倒れたりとか、なんかグラグラしたりとかっていうのはそんなにないので、割と3000円のトライポッドの割にはなんか頑丈なんじゃないかなと、思っています。で、あの本当にここの上のこの上のところをあの今鍋をかけたまんまこうやって持っていろいろこう置き直したりも全然できるんで、火の当たり具合とかをちょっと調整したいときに場所を動かすときは本当ここを持って僕は動かしたりしています。